今日は8月12日金曜日、時刻は7時35分、気温は29度、天気は先ほどまで太陽雲に隠れてましたが出てきました。これは今の時期あまりありがたくないですけど、で今日は昨日エンジンの草刈り機で刈りました。で、黒豆のうねまも買ったんですけど、茎の付近は枯れませんでしたので、これで、根元の付近を、買ってみたいと思います。どんな風な感じで、使い勝手がいいのかどうか動画で見せてもらいますとね、この草刈り機のエンジンの方でしたらいちいち給油して、そしてスターティングロープを引いて、何回か引いてエンジンかけてっていうね、で背負って重たいしエンジンをうるさいし、場合によってはこの、歯にネットが絡まったりとかね、これも腕の問題ですけど、石にガリガリ食い込んだりとかしますけども、こっちの方は静かで意外と取っかかりやすいっていう風な声もありましたので、これを一遍今日初めて初体験ですけど、これで、この黒豆の付近の草を刈っていきたいと思います。はい、うう、怖っ、怖いですねこれ。つるっと滑って足に乗ったら大変です。どんな感じでしょうか。初体験ですからね、ちょっとワクワクしますね。まあそれでも昨日よく頑張りました。では行きましょう。これ黒豆ありますから、ちょっとこうなって、どれが黒豆や、あこれ か, だから、あここ黒豆ですね。だからこの辺りを、ああなるほど、うん、あ割といけるかな。作業というのもまあちょっと片手間っていう感じでね、どうでしょう、うん、ちょっとこう黒豆切ったらいけませんから、スパスパっていう感じはないですけどね、うん、この辺りが、あ、こうなってるんですね。うん、なるほど。まあちょっと、うん、まあそうですね、まあまあ悪くないかな。これしゃがんでやったら大変な作業ですもんね。うん、荒削るっていう感じかな。荒削るっていう感じで、あとは、手作業もしなきませんね。手作業というか短いやつでね、うん、根元をきれいにするっていう感じは、こんなもんかな。うん、
黒豆があるからな、ちょっとこう振り回すことできへんから。そっか、逆に一切合戦何もないとこやったらもっと思い切り、今これ黒豆のこと気にしてますからね。うん、そうやな、それがあるね。おう、そうですわ、恐る恐るやってますからね、このまま良きなように。うん、なるほど、わかりました。これは黒豆ないところの方がいいです。短いやつに変えましょう。これでいきます。これ短いやつでね、これでいきましょう。これの方がまあ確実やね。これの方が確実です。午前中に黒豆の茎の周りの雑草を取りましたので、この後追肥して土寄せをしていきたいと思います。黒豆の育て方の、まあ、スケジュールなんですけど、8月中旬施肥となってますね。 NK となってますから、まあ、窒素とカリウム、これから実をつけていくわけですから、つぼみが、まあ、できてました。それから花咲いて実になっていくという、まあ、その過程で必要な肥料分を施すという形になると思います。それから支柱立てっていうのがね、まあ、あの8月上旬か7月下旬ぐらいにやっておくべきなんですけども、これは、まあ、できませんでしたけど、今回するか、そうか、もう土寄せでガッチリ根元のを固めて、支柱はもう立てないでいくか、まあ、支柱を立てないという方もいらっしゃいました。もう面倒 なのでそれはしないという方もいらっしゃいました。ですから、まあ、確かに面倒なんですね、やるのも、それから取り、撤収するのも。ですから、まあ、土寄せの具合でどうしようかなと決めようと思います。ですからこれからの作業は、肥料をまいて、土寄せすると、そういうことになると思います。手の釜で茎の周りの草を刈り取りました。畝に NK の肥料をまいて土寄せをするということにしたいと思います。育ってくるときに大回目の肥料をしなかったので、ちょっと茎が細いですね。うん、これなんか弱々しいですね、茎がね。うん、第一回目の施肥ができなかったのでね、まあ仕方ないでしょう。この後どうなるか、まあそれも楽しみです。では作業にかかります。これ、15号やつね、窒素、リン酸、カリの順番で、窒素と、カリが多いですね。15だから NK っていうそうですけど、これ去年買いました。これを、ここにまあ忘れないように書いてますけど、黒豆のつぼみのつく頃に、施す肥料です。まあ
外見はみんな一緒ですけどね、化学肥料、こんな粒々です。でこれを巻いていきます。はい、そしたらこれを巻いていきます。あのマニュアルには10R40kg って書いてましたけど、ちょっと分かりませんので、もう一つかみキュッと巻きます。どっちまでかな。時刻は3時4分。先ほど気温を測ると35度でした。天気はこんな感じ。暑いです。でも一応土寄せまでしました。見た目綺麗になりました。みんな同じような感じで成長しています。一部もうつぼみがついています。どれでしたかね。こんなんでももうつぼみついてますね、紫色のがね。ここもついてます、ね、はい。じゃあとりあえず今日の作業を終了します。お疲れ様でした。